民主主義指数という言葉をご存知でしょうか。民主主義指数とはイギリスのエコノミスト誌傘下の研究所エコノミストインテリジェンスユニットが世界167カ国を対象に毎年発表している各国の民主主義レベルを5つの部門から評価した指数になります。1月21日に発表された2019年の民主主義指数ランキングは、日本は韓国より一つ下の24位という結果になりました。こちらではこのニュースの概要と韓国及び日本国内の反応をご紹介いたします。皆様こんにちは、ナビゲーターの葵です。このランキングを見ていると、民主主義って何なのか改めてよくわからなくなってきたのですが、少なくとも国際法は破って当然とそぶいているお隣よりも日本の順位が低かったというところ、本当にこのランキング理解することができません。今日もしばらくの間このあたりを突っ込みつつお話を進めていきたいと思います。それではニュースに入ります。背景画像は2019年度の民主主義指数ランキングの上位5カ国、そして下位5カ国になりますが、上位は1位ノルウェー、2位アイスランド、3位スウェーデン、4位ニュージーランド、5位フィンランドとなっており、ワースト5カ国は163位がチャド、164位シリア、165位中央アフリカ、166位コンゴ、そして最下位のワーストナンバーワンは前年と変わらず北朝鮮になりました。ちなみに北朝鮮は2006年にこの調査が始まって以降、15年連続で民主主義度最悪の記録を更新しています。上位には北欧の国が上がっているのですが、いつも国際的なランキングでは北欧諸国が上位に名を連ねるおなじみの光景、いつもながら不自然なものを感じます。それはさておき、アジアは相対的に毎年順位は低いのですが、今年もアジアのトップは韓国で10点満点中8点の23位、次点が日本で 7.99 点の24位、台湾は 7.73 点で31位、そして中国は 2.26 点で153位という結果になりました。ちなみにアメリカは 7.96 点で日本より下の25位。ということは、民主主義陣営を唱える日米とも、最下位である北朝鮮との石化統一を目論む韓国よりも下だったということになりますね。このあたり完全にランキングが崩壊していると思うのですが、そもそも常識が違う以上、抗議しても仕方がないことなのかもしれません。今回のニュース、日米よりもランキングが上だった韓国ではどのように捉えているのでしょうか。日本国内の反応と合わせてお聞きください。それでは韓国の反応をご紹介いたします。アジア諸国は政治的には全ての国が後進国、そもそも韓国は共産国家なのに日本より順位が上ってどういうこと。共産主義国を基準にすれば北朝鮮が1位のはず、順位が間違っているようです。今の韓国は民主主義国ではありません。北朝鮮は民主主義国家じゃないのに最下位って意味がわかりません。韓国は北朝鮮と同じ等級ですよ。中国と北朝鮮は中国式の社会主義政権だと思います。何でも無理の通る韓国が23位って一体。政府は今民主主義と結構する政策を取ってるのに23位とは何かの間違いではないのですか。自由韓国党さえいなければ我が国は10位圏内に急上昇するのに。パククネ時代も民主国家ではありませんでした。このランキングは我が国をよく表していて、とても正確だと思います。心配するな、俺たちはほどなくして最下位になるでしょう。なぜなら俺たちには偉大なムン委員長がいるんだから。権力者に迎合する国民が多くいる日本は実質30位以下だと思います。民主主義は日本には似合いません。あの国には奴隷社会がぴったりです。とりあえずはアジアの中では韓国がトップ。日本は経済を優先しすぎました。だから民主主義の成熟度が追いついていないんです。台湾より日本の方が上ですか。このランキングの信憑性が疑われます。台湾は日本よりもずっと民主主義国だと思います。日本国内の反応です。
かの国が日本より上の時点で全く信用できないし、世界の国々もそう思っているのではないでしょうか。残念なランキングです。学校で洗脳を拒否すると暴力を振るわれるような国より低いとか全くありえません。表面上見るだけでまともな調査もしてないんだろうな。デモとかストが頻発することを政治参加と捉えての高得点なんでしょうね。また国民の分裂が意見の多様性と見ているのかもしれません。でなければ韓国が日本より上位になることはありえません。要するに落ち着いた国は高く評価するところがないってことですよね。日本の国民の民主主義は10位以内と思いますが、日本の政治家の民主主義は100位以下でしょう。政治家は国民より恵まれた収入と特権を自ら作り、そして国家、国民より少しでも恵まれた環境を守る自己保身に走っています。とても国民第一に考えているとは思えません。海外在住でも総統選のために帰国するという台湾の方が民主主義意識は高いと思います。台湾の民主主義は日本よりもはるかに上と感じますが、特に選挙のたびに繰り返される熱戦、舌戦と若者の熱は尊敬に値し、比較して日本の若い世代の無頓着には驚きを感じます。だからこそ家計、森友、IR と不祥事を誘発するのでしょうか。台湾ならどうなると思いますか。あの国が日本より上位というだけで全く信頼性のない調査だとわかります。白人による白人目線の白人国家優位のランキングですね。信用に値しない調査結果です。このランキングやアジアランキングの数字はフェイクでしかありません。石化へ爆走している韓国が日本や台湾より上位ってまるでお笑いです。韓国より低いとかどう考えてもないでしょう。韓国のポピュリズムも民主主義っていうのですか。一つ間違えばヒトラーの全体主義ですよ。あの恥ずべき国家間の条約を保護にする国が日本や台湾より上位のはずがありません。いい加減なランキングです。多くの日本人は政治に無関心で、何か起きても何も変えようとしないから、それは低くなるでしょうね。指標がおかしいのではなく、今の日本国民の政治的無関心の結果が反映されてるんですよ。韓国云々以前に、まず日本は自分の足元を謙虚に見て、より良い自由民主主義社会を形作るべき。隣の芝を馬鹿にしている間に、自分の芝が枯れますよ。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。日本のコメントでもありましたが、国民がデモや暴動を起こし、それが民主主義の指標としてプラスに働くのでしたら、日米は韓国には全く勝ち目がないように思います。ただそれは中国や北朝鮮のように無理やり抑え込んでいるものではありませんので、そこの違いを指数化できればまた順位も変わってくるのかなと思います。それでは今日はこれでお別れです。次回もお付き合いくださいね。葵でした。よろしければチャンネル登録をお願いします。